こんにちは、鎮山まさきです。本日はこちらのおしゃれな 1LDK のお部屋のご紹介となっております。まずこちらがリビングのスペースなんですけども、縦長のですね、かなり広々としたリビングとなっております。大きなダイニングテーブルやソファーも置いていただけるような広さとなっておりまして、またバルコニーがですね、南向きということで日当たりもこっちりのお部屋となっております。またこちらは1階のお部屋ということでですね、ちょっと広めの専用のお庭がついておりますので、まあ、ガーデニングですとかお布団干したりなんかをね、すごくしやすいですね、使いやすいバルコニーとなっております。ただエアコンもね、1台ついておりますので、お引越しの当日から快適にお住まいいただけます。キッチンの方はですね、人気のカウンタータイプとなっておりまして、こちら側はですね、作り付けの棚がございますので、何か飾っていただいたり、こちらも収納として使っていただくことができます。こちらがキッチンですね。こうイエローのですね、明るいパネルが大変おしゃれですね。収納の方がこういう形と、引き出しタイプの収納がついてますので、とても使いやすいです。こちらにお好みのコンロを入れていただけるようになっておりますし、シンクもね、広々としております。また上もですね、すべてこういった収納になってますので、調理器具はかなりたくさんの量を入れていただけますね。すぐ後ろには冷蔵庫置き場がですね、しっかりと確保されております。プラスですね、食器棚なんかも置いていただけますね。ではこちらですね、カラーのモニター付きのインターホンもこのようについてますので、女性のお一人暮らしの方も、ね、安心してお住まいいただける嬉しい設備がついております。そしてこちらが玄関スペースになってまして、床もね、すごくおしゃれですね。作り付けのシューズボックスがこのようについてますので、まあ、お二人分くらいでしたらですね、もうこれ全部入れていただいて、玄関を広く使っていただけるようになっております。そしてこちらがお手洗いとなっております。ワシュレットもね、バッチリついております。そしてこちらが洗面スペースとなっております。綺麗なですね、独立の洗面台でシャンプードレッサーもついております。でこちらが洗濯機置き場で、奥が浴室となっております。こちらですね、なんと追い焚き機能もついておりますので、お二人様でもですね、交代で快適にご入浴いただけます。窓も大きなものがついてますので、換気もしっかりとしていただけますね。さらにもう一つお部屋がございまして、こちらの洋室となっております。こちらもですね、しっかり広さがございますので、大きなベッドなんかも置いていただけます。また収納スペースもしっかり取られてまして、こちらですね、こういう形でお洋服かけていただくスペースと、お荷物置いていただくスペースとそれぞれ取られてますので、はい、収納スペースもしっかりと確保されてあるお部屋となっております。ただこちらはですね、24号線には出やすい立地となっておりますので、お買い物や、通勤ですねなんかもすごく便利な立地となっております。ぜひお早めにご検討ください。詳しくは当社のホームページでご確認ください。何のもてなし七心鎮山まさきでは、皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。バイバイ。